はい、どうもタンタンです。今日はコアロハをね、続々とご紹介をしておりますけれども、こちらコンサートサイズ、KCM の00という個体ですね。はい、ハワイアンカーのグロスフィニッシュのこちらモデルとなっております。こんな感じですね。これはね、管理番号3番の個体になります。木目の雰囲気はね、やっぱり一本一本結構違うので、このあたりお好みあるかなと思いますので、ここでご紹介をさせていただいております。こちらが3番の個体ですね。で、音色の方はやはり、まあ、他の2つ、今回入ったね2つなんかと比べていただいて、聴き比べていただいて分かる通り、こう非常にボリューム感のある明るい、こういった雰囲気、音の雰囲気っていうのは、このコアロハ全般的に言えることかなと思いますけれども、微妙にニュアンスはね、やっぱりね、こう実際にこう弾き比べて一本一本ね、こう取り替えてこう順番に弾くとね、ちょっとニュアンス違うかなっていうのはもちろん感じるんですけれども、総じてですね、やはりクオリティとしては非常に安定してて、そんなにこう個体差がめちゃめちゃ出るっていうことはさすがにないかなというところで、こう微妙な ニュアンスですよね。まあ、ちょっとなんていうか、音の雰囲気がちょっと高域寄りだったり中域寄りだったりとかっていうのは一個一個一つずつあるんですよね。ちょっと明るめの音色だったり、ちょっとしっとりした感じの音色だったりっていうのはあるかなと思いますんで、まあ、そのあたりね、ちょっとこういった感じで、動画でね、少しでも伝わればなという感じでございます。という感じで、やはり非常にね、こう箱が鳴ってるっていうのはすごく伝わってくる、こう振動がね、すごくこうボディ自体がこう鳴らした時に自分の体の方にもね伝わってくる、そんな感じのする鳴りのいい個体モデルになってるんじゃないかなと思います。はい、ということで、こちらコアロハのコンサートサイズですね、 KCM の00ですね。ハワイアンコアのグロスフィニッシュとなっております。こちら、このコンサートの管理番号3番の個体となっております。こちらはこういった、まあ、音色もそうですけど、木目の雰囲気はこんな感じ、これが3番の個体となっておりますので、他のとね、またぜひ見比べていただいて、気に入った1本を選んでいただければと思っております。それではタンタンでした。